今回はイヴ・サンローランさんの新作リップタトワーズクチュールベルベットクリームを5色つけていきます。まずはじめは204番をつけていきます。塗る部分の形がふわふわとした先端で斜めになっているので太くも細くも描けるようになっています。私は少しオーバー気味に塗っているのですが、すごく塗りやすい形だったので一発で唇の形をきれいに出せました。そして質感がバターのようなとっても滑らかな質感で塗っていてすごく気持ちがいいです。しっとりと唇全体を保湿してくれて、一塗りするだけでしっかり高発色に色づいてくれます。グロスでもなくマットでもない、ちょうどいいクリーム感となっています。204番はヌーディーな色味なので、どんなメイクにも合うような使いやすい色味です。すごく綺麗なローズピンクのような色で、肌の色がより白く見えるようなキュートな印象になれます。今の時期はマスクをしないといけないので、すぐによれてしまったりリップがつくのが私の悩みだったりしますが、こちらのタトワーズベルベットクリームは軽くティッシュオフをしてあげるとツヤ感が抑えられ、マットっぽく軽く触れても取れない質感になってくれるので、マスクにもつけづらくてよれにくくなっています。次に塗っていくのは216番です。先ほどよりも赤みが入ったピンクで、程よく唇の存在感を際立ててくれて、女性らしさも出してくれるとても綺麗な色です。そして次は211番を使っていきます。すごく高発色で濃いめの色なのですが、どんな方にも似合うような絶妙な赤みと明るさで、カジュアルな雰囲気にも合う色味です。発色のいいリップなので、あえてこの色もティッシュオフしてみました。落ちにくくなるのはもちろん、質感がソフトマットに変わってまた印象が変わるのでおすすめです。
you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah, that's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right, and I'm proud, hype, and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now.次は206番をつけます。こちらの色味はかなり大人っぽくなります。紫みが少し強く綺麗なワン色なので、夜出かけるときは大人っぽくゴージャスな雰囲気などに最適な色味です。そして最後は限定色の213番です。すごく細かな綺麗なラメが入っていて、品があるキラキラ感を出してくれます。ラメの主張が強すぎないので、大人な雰囲気にもガーリーな雰囲気にもどっちにもぴったり使えそうな色です。213番の色味は少し濃いめのローズピンクのような色味で、とっても可愛いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。概要欄に商品の URL も貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントしてね。インスタグラムのフォローもお願いします。バイバーイ。